どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続きやっていきましょう。今日は久しぶりに遊び回ったわね。我ながら健康的な休日になったわ。いやー、それはよかった。かやねえが楽しんでくれてよかったよ。ゲーセン、カラオケ、ボーリング、ウィンドウショッピング、リミット解除したかやねえはまさに暴走特急だった。目についたものすべてに手を出し、俺は振り回されまくった。途中まではノリノリだったけど、終盤ではヘトヘトに。それでも最後まで付き合って、カヤネも満足してくれたようだ。最初は有望の気分転換だったはずだけど、いつの間にか逆転したわね。悩める青年の心を癒してあげようと計画を立てたのに、結果が逆じゃ本末転倒だわ。いや、まあしょうがないよ。最初から自分の気分転換って言わなかったっけ？そうって、何のことかわからないわね。この人は全く。外見は大人っぽいのに、中身は結構子供なんだから。ま、俺も楽しかったし、気分転換って意味なら成功してるよ。その割には疲れた顔してない？誰かさんが一日中振り回しましたから。ああ有望にも共有して欲しかったから、つい。じゃあしょうがない、大丈夫大丈夫。おかげさまで共有できたよ。本当は誰かが途中で乱入してくると思っていた。でもどっかに隠れている様子もない。カヤネに対する警戒心を考えたら珍しいけど、こういうのも気楽でいいかもな。でも明日からまた頑張らなくちゃね。たまには学生みたいに長い休みが欲しいわ。カヤネ、寄りたいところがあるんだけど、いいかな？え？子供が入れないところはダメよ。そういうんじゃないから。冗談よ。有望って可愛いんだから。いいことと悪いことがあるから。はいはい。で、どこに行くつもりなの？この近くにあるよ。カヤネートの思い出の場所だ。へえ。まだ遊具が残ってるのね。さすがに変えられたものもあるけどな。ほぼ昔のままっていうのは珍しいよ。カヤネートはこの公園で出会った。そして郷土犬の3人と出会った場所でもある。片や子供、片や学生だ。初めて会った時は不愛想を通り越して無反応だったし、カヤネにしてみればおもりみたいな感覚だったかもしれない。常識的な親御さんが多いのね。市役所の仕事をしてると毎日苦情の嵐で頭がおかしくなりそうだから。それは大変そうだな。公務員は税金で養われている身ですから、市民の陳情を聞かねばならぬのです。とはいえ、文句が言いたくて通うような人もいるのよね。私は企画家だから楽な方だけど、窓口の人は尊敬するわ。まあな。愚痴を漏らしつつもその表情は穏やかだ。昔のことだから忘れてる可能性もあったけど、俺の思い違いだな。ほんと運がいいわ、昔のままでいられるなんて。俺は今でも寄ったりしてる。カヤネは違うみたいだけどな。学生は忙しいのよ。卒業したらしたで、社会人になったらなったで、暇がなくなってね、たまにこっちまで来たりしたんだけど、有望も私のことなんて忘れてると思ったから。心配しなくても、カヤネのことは忘れられないよ。さすがに見た目が変わってるからか、名前を呼ばれるまで気づかなかったけど。でもよかったわ、こうして君と再会できたんだもの。俺をまた会えるなんて思わなかったよ。しかも私の出世のお手伝いをしてくれてるんだものね。ああ、つまり踏み台ってことか。そうそう、君たち学生をこき使って、私は天高く羽ばたくのよ。そしてゆくゆくは、毎日仕事せずに遊んでる管理職を一掃してみせるわ。先は長そうだな。企画家では新米の部類に入るだろうに、伊左衛門がブレイクして増員されたんだ。先輩や上司が混ざる中で責任者を務めるのはストレスがたまるに違いない。でも充実してるわ。今まで何をしても空回りしてたのに、急に動き出したんだもの。それでもカヤネは清々しい表情を浮かべてて、夕日に照らされた姿は思わず見惚れるほどだったりして、本当に笑顔が眩しかった。今まで企画を突き返されていたのに、今では検討してくれる。伊左衛門に関係していればほぼスルーパスよ。それもこれも
全部有望のおかげよ。私にチャンスを与えてくれてありがとう。そんな、俺はただ学園祭の延長でしてるだけだし、感謝されるほどの言われはないって。そうだとしても、あの子たちを説得してくれたのは有望よ。本当は断ってもいいのに、今も手伝ってくれてるのもそう。私のヨタ話に付き合ってくれてるんだもの。ただのお礼だけじゃ申し訳ないぐらいよ。ねえ、私に何かしてほしいことはない？有望のお願いなら何でも聞いてあげるわよ。いいってば、見返りなら今の倍材で十分だし、それに俺たちも変わらなきゃいけないって思ったからな。ん？どういう意味？俺たち殻に閉じこもってる部分があるんだよ。あの3人がいたら天下無双だし、天下無敵だし、何をするにも他の人の協力が必要なかったんだ。でも学園祭の一件で思い知った。今まで通りでいたらいずれは破綻するって。何もかも俺を基準にした生き方ばかりだ。現世で影響は出ているはずだけど、今ならまだ取り返しがつく。特に部長は3年生だ。やる気になったら留学もできるのに、今俺の進路に合わそうとしている。そういうのあまり嬉しくない。今は3人の才能を潰してる気がして嫌なんだよ。それ自体には何の迷いもないから余計にさ。外との関わりができたらあの子たちが変わるかもって？うん、変わってほしい。少なくとも自分の才能を大切にしてほしい。部長は学者向きだし、はるかはスポーツ選手だな。さゆりさんは女社長とか知事とかそつなくこなせると思う。俺の周りにいる女の子はそういう子ばかりだ。本気になったら何でもできる子なんだよ。立派な考えね。でも有望はどうするの？さあ、よくわからないけど普通に会社員してるんじゃないかな。寂しくないの？今までずっと一緒にいたんでしょ？何も根性の別れになるんじゃないんだ。たまに集まったりする仲ならいいと思う。少なくともそのつもりでかやねえのお願いを聞いた。これは郷土圏のためでもあるんだよ。そして今回が最後のチャンスだと思う。有望って変ね。そうかな。だって優等生すぎるもの。誰とも付き合うつもりはないし、三人の才能を守るためには別れることも厭わない。まるで仙人みたい。寂しすぎるわ。それでいい。なんで今俺ちょっとためらったんだ。それでいいんだよ。俺も自分なりにできることを探したいんだ。そしたら今より自信が持てるようになるよと思う。もちろん他にも理由はあるけど、今のままじゃ誰も何も変わらない。それだけは確実だ。そう、有望は一人で頑張るつもりなのね。そこまで大層なことじゃないって。それぞれが目指すべき道に進む単純な話だよ。ううん。安定した関係を崩すのは勇気がいることよ。特に有望の周りは魅力的な子ばかりだもの。それにね。なるほど。すぐに寂しくなるわ。今までずっと一緒にいたんだから、すぐには吹っ切れないはずよ。きっと大変よ。あの子たちも全力で離れまいとするはずだから。その言葉は否定できない。いろんな障害を乗り越えてああして集まったんだ。俺もそうだけど、3人が納得してくれるかどうか。だからこそ今しかないんだよ。いずれは将来を決めないといけないんだから。 100% 無理だろうな。頑張り屋さんで優しい有望、昔と何も変わってないわね。そこまで立派なものじゃないよ。本当に違う。うん、やっぱり優しいよ。そんな風に考えられる人は少ないもの。でも今の有望には頼れる人がいないはずよ。いつもあの子たちと一緒に乗り越えてきたはずだから。だから私が力になってあげる。おっ、マジか。何、これは最初に目にしたのはカヤネの顔だった。その次に感じたのは自分の唇に触れる柔らかな感触。遠くから聞こえる子供の掛け声を聞きながら、俺は金縛りにあったように体が固まる。自分の身に何が起こったのか理解できない。今までカヤネと話していたのに、いつの間にか唇が触れ合っていて、不意打ちだったから何も反応できなくて、でもどうしてこんなことしたのか。
ただ触れ合うだけの口づけだったけど、今の俺には強烈すぎるほどで。有望は初めて？有望の初めてもらっちゃった。かやね、頭が完全に混乱している。風邪をひいたように体がポカポカするし、頬はやばいぐらいに熱い。視線をそらそうとしても追いかけてきて、何をどうしたらいいのか。もう一回してもいい？俺ダメだ、俺、わあこれを、それは、いや、ダメだって。そう？残念ね。おい、そういうおねだりは卑怯だって。唇の代わりに額を合わせて至近距離で微笑むカヤネ。俺は何も考えられず、石像のように固まっているしかなかった。カヤネが離れた後、ようやく冷静さを取り戻した。とはいえ、何かが変わるわけでもなく、キスされた事実は変わらないわけで、何を話していいのか分からず、長い沈黙が流れている。それに笑うなってば。誰のせいでこうなったと思ってるんだよ。ごめんなさい、さっきから周りをキョロキョロしてておかしいんだもの。誰か見られたら大変だろう。大丈夫よ、誰かに邪魔されないように確認済みだから。そうだったのか。心臓が止まるかと思ったのに、向こうは計画的犯行だったようだ。でも有望がここまで純情だとは思わなかったわ。そういうカヤネは慣れてる感じだったな。そう見えた？だったら作戦は成功ね。何のだよ。私はね、お姉さんとして頼ってもらいたいの。そうじゃないと有望も頼りにくいでしょ。私はあの子たちと違って大人よ。可愛い幼なじみの悩みなら聞いてあげられるわ。そう言って昔みたいに頭を撫でられる。懐かしさも含めていろんな気持ちが混ざって気恥ずかしい。ありがとう。どういたしまして。もちろんあれには有望争奪戦への参加表明も含まれているけどね。そこは遠慮してくれた方が。私のファーストキスを奪って。わお、無限に突き放すの？ずるい。カヤネがいきなりしてきたんだろ。おら冗談よ、今のところはね。全然冗談に聞こえないから。っていうか、唇の感触がまだ残ってる。思い出すだけで顔が熱くなるし、今は直視する自信がない。そこまで意固地になる理由はわからないけど、まあいいわ。私は気長に攻めるつもりだから、覚悟しておきなさい。感動の再会を果たした以上、逃がすつもりはないわよ。私も逃げるつもりはございませんのでございます。やばい、また顔が赤くなった。これは冷静にいこう。知らない、俺は何もされないからな。有望男らしくないぞ。男の子なら責任取りなさい。取らさせていただきますって言いたいところは山々だけど、だから俺がしたわけじゃないから。脳幹だからな。我ながら純情すぎる反応だ。もちろんカヤネにとっては絶好のおもちゃになるわけで、別れるまでの間散々からかわれたことは言うまでもない。誰にも見られていなくてよかった。今日3人がいなかったのは理由があるんだろうけど、その分だけ明日の追及が厳しくなりそうだ。それでもカヤネとのキスが見られていなくてよかった。もしもあの時3人がいたら、今どうなっているかわからない。というところで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。